ロンドンバス。ロンドンバスは TFL トランスポートフォ f o ン l ロンドン交通局の付属機関であるロンドンバス会社がグレーターロンドン第ロンドン市市内で運営している路線バスサービス。ロンドン市内を拠点として走るすべての路線バスは基本的に赤色を基調とした塗装で定められ複数の民間運行会社によって運行されている。 ロンドンの市内を起点として走るすべての路線は TFL、トランスポートフォーロンドン、ロンドン交通局の付属機関であるロンドンバス会社で運営され、オペレーターである民間の運行会社が各路線ごと数年に1回の入札制度で運行する権利が与えられるシステムとなっている。そのため運行会社が5年から10年で変わることがあるが赤色のバスから変わることはない。 また、TFL 組織の厳しい運行監視システム、i v e s と調査員による運行実態調査が行われ、バスサービスとして正常イや運転本数、頻度としてで運転されているか、乗客のキセル乗車を黙認していないかの調査が行われ、著しくサービスに欠く場合は、運行権利を更新せず強制的に取り上げることがある。市内に走る600を超える路線、 番号では900番台まで存在の数と扱うバス停はバスの輸送管理機関では世界最大の規模を有している。ロンドンバス会社ではルートマスターをはじめとするすべてのバス車体に赤色の塗装を定め8000台を超える赤色のバスがロンドン市内を走行していることから2階建てバスと合わせてロンドンの代名詞とも言える。路線ごとに使用するバス車種が異なるものの 市内中心部を通過する路線のほとんどは2階建て車両で運行され、走行する道路状態や乗客数に応じて、シングルデッキと呼ばれる平屋のバスが運行される。便利バスと呼ばれる連接バスも一部工事用路線で導入されたが、2011年12月で連接バスの運行が終了した。また、ロンドンバス会社はバス路線全体の運営管理し、 路線バスを直接運行することはない。業務内容としては運行管理のほか、緊急時の救援活動、プロモーション活動、ダイヤ編産、路線マップの作成とバスステーションの運営管理である。バスレームの設置は、ロンドンバス会社が申請し t f l と警察が、精査して行政が設置する仕組みになっている。なお、長距離バスの代名詞とも言えるナショナルエクスプレス社の ナショナルエクスプレスコーチ、ステージコーチ社の格安長距離バスのメガバス、ナショナルエクスプレス社の国際越境バスのユーロラインズなどが位置づけるイングランドにおける主要拠点、ロンドンビクトリアコーチテーションはロンドンバスではなく TFL の直轄組で運営されている。ロンドンにおいてバスの歴史は地下鉄をしのいで長いとされるが、バスの起源は馬車による輸送であったとされる。 1829年にジョージ・シリビアが路上にて、自身の馬と馬車による旅客輸送を現在のリントン指揮官で開始し、それに乗じて1850年にトーマス・ティリングがバス会社、ロンドン・ゼネラル・オムニバス・カンパニー以下、ローガックとして法人化し、1855年にバス車バスとして運行開始している。ローガック社が1902年から、 モーター動力車を導入し、それに続きトーマス・ティデングが1904年が初めて自動車によるバス運行が始まった。1909年からローガック社が自ら車両の製造を行い自動車バスと馬車バスが併用されてきたが、1912年にロンドン地下鉄会社がローガックを買収し、1914年までに馬車による運行が終了した。 その後、老学社は1922年に地下鉄会社と共に、現在の TFL の前身である国営のロンドン、旅客輸送機関の一部として統合された。その後は、数度にわたり、改組、名称変更が行われたが、第二次世界大戦の戦後不況と、長く、寛永だった影響で、国の財政事情の悪化と、ストライキによる都市交通の麻痺が多発したことで、 1980年代に当時の首相マーガレット・サッチャーにより、ロンドン内の公共交通機関の運営は大ロンドン市へ移譲され、地方幹線鉄道とバス運行のみ民営化されることが決定された。地下鉄を除く鉄道事業とバスの運行事業は90年代に入るまでに実行に移され、2000年に中央政府が所有していたロンドン市内の交通に関する一切の権利は、 ロンドン市に移譲された。二階建て車両の誕生は1800年代中盤、馬車運行が庶民の足となる一方で人気を博した当時の馬車では慢性的な輸送力不足が問題となっていた。輸送力の改善は馬数の問題もあり実現はできず当時の市民は馬車の天井に乗るにまでに至りたりやむなく天井部分に座席を設置し二階建て車両が 誕生したとされる。自動車バスによる運転は、初期の頃からロー老ック社が1960年代まで車両を生産したが、生産するだけでなく、設計やバス部品を供給するなど、総合バスメーカーとしての一面もあり、後にこの事業は法人化され、AEC 社グループ事業の中核となる。ロンドンバスの基本設計や仕様を構築し、通社あった。 バスメーカーのシェアのほとんどを握り、ロンドンの路線バスのほとんどが AEC によって作られた赤色バスであった。1920年代初頭に熾烈な運賃の価格競争が始まり、1924年に中央政府によるロンドン市内バス事業の統合で、バス事業者兼メーカーにより異なっていた配色が市内バスシェアのトップであった、老学ク社の赤色に統一されることになった。 AEC 社最後にして最大のヒット車であったルートマスターは1956年から1968年の間に生産されロンドン市内を走行するバスの基本モデルとなるがワンマンバスと定員数の増加志向が高まり1970年後半から1980年代にかけて自動車メーカーによるワンマン型の2階建て車両が製作され始めた 1990年代初頭にはハイガス規制強化や、乗降口の安全面が疑問視されたこと、新型バスに比べ輸送力に欠くことなど、ルートマスターのマイナス面が露呈され、活躍の場は狭められるもルートマスターを使用した。運行は2000年代に入っても続いたが2005年12月9日、159番バスで本系統から退いた。現在は、ヘリテージ、遺産ルートとして二系統で、 本系統でない区間運行で日中のみ運行されている。一部の混雑路線では、ルートマスターや既存の2階建てバスでも輸送力が足りず、増発すれば慢性的な交通渋滞を招きかねない。こうした事態を受け、バス1台の乗車定員をさらに増やすことが必ずとされた。そこで、当時のロンドン市長のケン・リビングストンが連接バスの必要性を熟慮し、 2002年から輸送力増強策の一環で高需要路線の507系統と521系統を皮切りに、連接バスのメルセデス・ベンツ・シターロー高需要12路線に一斉導入することを決定した。ベンディバスという愛称で市民から親しまれていたが、道路改良しないままで狭い路上の運行を余儀なくされ、交差点での右させつに歩行者に接触するなどの事故が多発時、 メディアからは、市長の無謀すぎる改革や危険という声も少なくなかった。さらに、導入直後、車体の火災事故が一定期間で連続して発生し、下ロのエンジンの欠陥が発覚した。対象のバスは修復、改良して運用に戻されるも、便利バスは導入当初からメディアから厳しい姿勢を浴び、その矛先には市長にまで及び市長の火の戦車。 とまで揶揄されるほどであった。また市内の渋滞名所である、リージェントストリート、オックスフォードストリート、ピカデリーなど、各道路に複数のバス系統が存在する上、連接バスの系統が重なり道路混雑が一層、激しさを増。2008年に行われたロンドン市長選挙では、慢性的な渋滞の解消も論点の一つとなった。 ケンリビングストンは渋滞の原因を作っておきながら、渋滞税、コンジェスチョンチャージを導入し、市民の反感を買ってしまい、再再戦は果たすことなく市長交代となる。ボリス・ジョンソン新市長、当時は連接バスの存在そのものを渋滞の現況と考え、キセル乗車が後を絶たない、ベンディバス運用の路線収支に疑問があり、早急な渋滞緩和策として、 就任早々に連接バスの退役を発表した。実際に乗降時にすべてのドアを開けることで、キセル乗車が多発し、余計に150人の検察員を雇って、キセル乗車防止に努めていた。先行して2009年の9月ルート507、521で連接バスの運用を廃止し、同じメルセデス・ベンツ・シターロの標準車体の2、扉車に切り替えられた。 さらに2ヶ月後には、試験的に38番系統が2階建て車両路線に変更された。2010年後半から段階的にベンディーバスの運用廃止をして、市民から惜しまれつつも2011年12月までに、早々とロンドン市内ら撤退し、リバプール、ミッドランドのレスターなどの地方都市や海を渡り、マルタ島に活躍の場を移した。 便利バスが運用された路線は、ルート507、521を除き、元通り全て2階建てバス運行に変更され、これにより、ロンドン市内では現在連接バスの運用はない。道路設備の問題や、運賃収受の問題さえクリアできれば、連接バスは、乗降時間の短縮化や輸送力増強、大量輸送に大きく貢献できたと言える。皮肉にも、ジョンソン市長が挙げていた、 渋滞解消には至らず、むしろバスの便数増により混雑が増したとの声もある。ベンディーバスの功罪はあるにせよ、二人の政治家に翻弄された運命であったことは否めない。登場から10年に満たない、短命なバスであった。2008年、ロンドン市長選挙で、ポリス・ジョンソンが当選し、早い段階で連接バスの早期退役が挙げられ、新型ルートマスターの企画設計が公募された。 2009年にライトバス社の設計、デザインが選定されニューバス4ロンドンをテーマに2010年5月に公表し、試作者の制作を開始した。2011年11月にサザークのシティホール、トラファルガースクエアで市内を走行し、トラファルガースクエアで試作者の一般公開され、各地の巡業に回る。オペレーターのあらば、ロンドン社に受け渡し、2012年2月27日、 かつて連接バスを最初に撤退させたから38番系統で定期運行を開始した。異常とも言える市長の過剰な新型バスへの思い入れから市民からは市長の名をもじりボリスマスター、ボリスバスとも呼ばれる。現在運行されているのはルート38番系統ビクトリア・ハックニーの区間運行についている。二千十五年までに六百台近く導入する予定ではあるが、 2010年頃から多くのバス運行事業者がハイブリッドバスを導入してしまったのと、車体仕様がほぼロンドン仕様と言っても過言ではない形で、他地方都市への転籍するにもメリットがないため、新型バスの導入に際しては慎重な姿勢を示している。市内を拠点とするすべての市内路線バスはロンドンバス会社にて運営管理され、 オペレーターである運行会社が運行する。一番系統から途中欠番はあるものの600番台まで存在し、さらに700から800番台を書き、900番台も存在する。おおむね500番台までが一般の路線バスで、後に続く600番台はおおむねスクールバス路線、900番台が毎日運行でない地域路線で振り分けられているが、 この中の一部は24時間サービスを実施しており、夜間を通して終日運行されている。路線番号の振り分けは基本的には解説順となるが、半世紀前は長距離系統が多く、その系統を分割、縮小することで改版された路線もある。ただし若い番号の路線は長い歴史を持つのは言うまでもない。一番系統はロンドンで、 初めて自動車バスをロンドン北部のウィルズゲン・ナンブル・イシャムの間で運転した路線であるが、バッシャバス時代から現存する最後の路線は11番系統となっており、リバプル・ストリート・セント・ポール、ホワイト・ホール・ビクトリア、キングス・ロード、チェルシー、ワールズ・エンド・フラム・ブロードウェイとルートそのものが、開設当初からほぼ変わっていない。現在の市内を走るバス路線のほとんどは運行距離が 長めに設定されている。長い路線では片道10マイル、16キロメートルを超える路線が多数存在するが、これは地下鉄などの鉄道運賃より安価なバス運賃全区間統一性を選ぶ旅客が多いこと、地下鉄トラブルの際にロンドン郊外までの輸送手段をバスで確保していることに起因する。そのため、地下鉄線と並行して運行しているバス路線が多い。 現在は10の運行会社によって運行され、ロンドン市交通局 TFL が管理する路線バスは赤色をベースとしたカラーで運行されている。一部、ロンドン市街が起点の路線で市街を拠点とする運行会社は配色や運賃などのサービス面で異なる。また、TFL が管理する路線でも市街に向けて運行する路線が存在するが、 その場合は赤色のバスでの運行で運賃なども市内運賃と同額となる。また市内を走行する赤色のバスはすべてバリアフリー対応とされ、障害者差別禁止条例により搭乗者数に限りはあるが車椅子やベビーカーも畳まずに搭乗可能なスロープがすべてのバスに設置されている。バス需要が旺盛なため、 平日の主要路線では普通ダイヤで遅くても5時台には運転が開始され、終バスは午前1時近くまで運行されている。渋滞などによる遅延により、正常ダイヤで運行が困難な場合は、行き先変更するなど即座に対応するが、もともと市内の渋滞は、道路工事や運転者のマナーの影響もあるが、バスの過剰なダイヤ編成という一面もある。最悪の場合、 トラファルガンスクエアマイナスヘイマーケット、ピカデリーサーカスまでバスのみで数十台と並ぶ異常な渋滞がしばしば発生する。これはボリス・ジョンソン市長が連接バスを退役させ輸送力を補うための増便をした結果、招いた事象であると言えよう。いくつかの普通路線バスのルートだけを統合して休行として運行する路線が3路線ある。運行区間が2 0トルを超え料金も 全区間通して、同額なため、利用者は多い。ルート607、ホワイトシティアクスブリッジ。ルート X26、ウエストクロイドン、ヒースローセントラル、ヒースロー空港内。ルート X68、ウエストクロイドン、ラッセルスクエア。平日の一部時間帯のみ運行。一部バス停しか停車しないので、全区間での到達時間は普通路線バスと比べ早く。 なる一方、特別な道路を走るわけではないので、市街地の渋滞時や追い抜きができない区間での到達時間は普通路線さほど変わるものではない。これらのルートでは、ナイトバスの設定はなく、普通の一般路線の運転便数と比べ、少ない設定である。ルート X68 は、ロンドン中心部へ向かう便は、朝の数便のみ、黒井ドン方面行きの便は夕方早い時間の、 数便のみの限定ダイヤで運行されている。普通バスの最終時刻が日本と比べ遅いため、運転開始時刻は午前1時前後であることが多く、地下鉄終電後の市民の交通手段に大きく寄与している。高需要かつ主要路線の番号の頭に N の文字が記され、すべての路線にナイトサービスがあるわけではない。乗客の多くは、 地下鉄や鉄道最終運転後の帰宅困難者や夜間、早朝出勤者あるいは退勤者であるとが多く、鉄道路線とほぼ並行した輸送体系をとっている。そのため、運行距離が中高バスと比べように長く、片道で15マイル、124キロメートル以上であることが多い。また、深夜料金が存在せず、運賃は昼間と変わらない。このため、 深夜でも区間によって乗車率は高く昼間より多い場合がある。同じく夜間帯運行の24時間バスとの相違点は24時間バスは交通に支障がない限り同じルートで終日運行されるがナイトバスの場合は昼間の普通バスと起点やルートが異なったりすることが多例外はあれど起点または終点がトランファルガースクエアチャリングクロスであったり そこをわざと通過するように組まれている。ナイトバスの運行は前日の通り、午前1時前後から午前5時前後までの運行となる。ナイトバスルート N9 は、ロンドン市内からロンドンヒースロー空港を結ぶ路線で、ピカデリーライン終電後の夜間、早朝発着便の利用者にとって、空港、またはロンドン市内までの唯一の交通手段になっている。ただし、週末は、 ピカデリーラインの終夜運転を利用かこの路線は多頻度運行であるが、地下鉄ピカデリーラインが初電運転前に最終運転する。AEC 社最後にして最大のヒット車であったルートマスターが本系統から退役が発表されるも、市民から存続が熱望され現在は市内の観光需要を兼ねる2路線に投入されている。しかし、 環境配慮と障害者配慮の観点で本系統から退役させたため特別な番号として運行されているわけではなく現在運行する9番系統と15番系統の両方の一部区間という設定で短縮運行されいる。階層以外の範囲以外の運転はチャーターバス会社による運行しかない。なお、この2つの系統で運転されるバスは従来通りで車掌が同乗している。 ルート9、トラファルガースクエア、ピケディリーサーカス、ハイドパークコーナー、ケンジントンペイルス、ケンジントンハイストリートオリンピア。ルート15、トラファルガースクエアアルドウィッチ、チャンスリーレン、ラッドグイトサーカスショートトン、ポールカセドラル、キャノンストリート、タワーオブロンドン。区間運行で午前9時から18時の間で運行されている。ロンドン市内の赤色バスの運賃は、 基本的には、終日同額だか、支払い方法によって運賃に差異が生じる。車内、あるいは券売機で乗車券を現金で購入した場合、バス乗車1回につき、一律に1.3ポンドとなるが、オイスターカードによる購入だと1.35ポンドと、安くなる。さらにオイスターカードで支払う場合、キャッピングというシステムが自動的に適用され、1日の利用運賃の合計が、 一定金額を超えた場合、バスとトラム乗車の場合は2014年6月現在4.4ポンドは、それ以降、乗車の際にタッチしても支払いは生じないことになっている。バス停に掲示される系統番号が、黄色の場合は事前に券売機でチケットを購入するか、オイスターカードを所持する必要があり、基本的に現金での乗車はできない。 バスのみの1日フリーパスで4.2ポンド、7日間で18.8ポンド、1ヶ月で72.2ポンドとなり、定期券の方が割引になる。また、地下鉄定期券を購入すれば、ゾーン関係なしに、自動的にバス定期券が付帯される。運賃制度の変更などもあるのでとこ前、購入前に TFL サイトを要参照。 オイスターカードは日本における IC カードのスイカがモデルであるとされるが、料金の収受システムが大きく異なり、交通機関の利用のみに特化されている点はあれど、使用することで運賃が安くなる点など、その実用性は非常に高い。このように、オイスターカードの使用に限れば、世界都市のバス交通システムとサービスの中でも、移動手段として運賃はかなり格安な方である。 これは TFL が徴収権を持つ自動車がロンドンに入るだけで課税されるコンジェスチョンチャージ渋滞税と駐車違反金、警察発行の切符に限るが経営資源となっているためでこれらの税制や罰則体系に対して市民の不満もあるがこうした形で市民に還元されている運行会社や路線によって使用車種は異なる。また近年では ハイブリッド自動車などの抵抗会社の導入も盛んである一方で、ルートマスターを現役で使用するなど、市内を走行するバスはバラエティに富んだフリート構成にある。ここで日本のバスが導入されたことは一度もない。気候の影響もあり、日本のバスと比べロンドンのバスの冷房化率は非常に低く設置されていないバスの方が依然として多い。 新型形式には導入されている傾向が高くも、2階部分のみであったり、混雑すると乗客が窓を開けてしまうなどの影響で、冷房効率も悪い。車両を格納する車庫も、古くから2階建て車両を使用しているため、バスガレージの建物もレンガ調の大型車庫となっていて、歴史を感じる作りになっているものが多い。旅客輸送の大手企業群がシェアを大きく握るが、 地場企業による運行も多数ある。旅客輸送の大手企業、またはその企業グループの多くは、バス輸送で発展を遂げ、国営鉄道民営化後、鉄道会社として運営するにまで至る。日本の鉄道会社がバス会社を保有するのとは対照的で、イギリスでは路線バスや長距離などのバス会社が鉄道を経営し、バス輸送の方が企業として発展していたことが伺える。 市内の総合バスロケーションシステムで2006年から試験的に導入され、2008年にはロンドン交通局が管理するすべての車両に導入された。バス運営の近代化と運行管理の IT 化に一役買っている。ルートマスターを除くロンドン交通局が管理するすべてのバスの行き先と自駅案内自動アナウンスがこのアイブズシステムによる およそ1万9千にあるバス停と600近いバス路線、3万通りアナウンスが存在し、運転場の市場や誘導案内は乗務員によって操作される場合も、あるも市内のバス自動アナウンスの声はすべて同じ声である。稀に迂回運行をする場合があるが、その迂回区間に入る手前でこれも、また自動でアナウンスが入るが、システムが正常に作動していないバスは、 自疫表示とアナウンスがなく運転士がアナウンスすることはほとんどないので注意が必要である。この自動アナウンスシステムとロケーションシステムは完全に情報共有されており、バスのトラッキングシステムが GPS 機能で管理され、精度向上の試験が幾度も重ねられた。現在は車両位置やスピード、道路状況などが30秒ごとに情報が送信され、中央管制で計算されて、 ロケーション案内される。そのため、ロケーションシステムのカウントダウンの精度は高い。ルートマスターを除くすべてのバスに監視カメラ、CCTV が設置されている。バスによっては10台前後の設置があるが、これは2005年のロンドン同時爆破事件以降、バス車内もテロの脅威にさらされていることを再認識した TFL や中央政府の防犯意識が高まったためと言える。 犯罪者の追跡はもちろん、バス車内の防犯に貢献している。また、この監視カメラの目は運転士にも向けられ、乗務員の不正防止や危険運転を監視する意味でと、安全運行に役立っている。2011年からウェブ上でのロケーションとカウントダウンが閲覧可能となるなど、大幅に利便性が向上した。スマートフォンでもアプリケーションの一つとして、複数存在する。 以前はバス停の固有番号をテキスト、ショートメールで送信し、中央管制から返信されるというシステムであったが、精度が悪い上に料金がかかることから普及するには至らなかったが、現在でもバス停の固有番号から発着案内を検索することが可能である。2005年7月7日午前8時50分ごろ、市内中心部を走る地下鉄にて、 ほぼ同時刻に3カ所で爆破事件が発生し、すぐさま地下鉄の運転は取りやめとなった。しかし、その約1時間後の午前9時47分ごろ、ユーストンとラッセルスクエアを結ぶタビストックスクエアを走行中のハックニーウィック行きの2階建てバスの2階部分で爆発し、屋根を含め2階部分が吹き飛び、運転手を含み多くの被害を出した。路上での事件で地下に比べ救助は容易で、 かつ、英国医師会本部が目の前にあり救命は迅速に行われるも、13名の乗客が命を奪われ、全員2階席部分、アッパーデッキに登場していたと見られている。この30番系統、通称は、ロンドン東部、ハックニーウィックからマーブルアーチまでの運転だが、事件当日そのバスは、地下鉄事件が発生した後も普通に運行していた。 折り返しで午前9時にマーブルアーチを出発し、徐々に市内が混乱し道路が大混雑する中で午前9時35分にユーストンに到着。ただしこの系統は通常ベーカーストリートからユーストンロード入り、キングスクロスを経由するルートだが、地下鉄事件発生後は通行止めなどの影響で迂回運行を余儀なくされ、ラッセルスクエアを経由する臨時ルートで東部に向かう予定であった。 ユーストンロードからラッセルスクエア方面に向けて右折後200メートル付近午前9時47分頃に当該バスの2階部分が爆発した。この時点で運転手と実行犯を含め50名が登場していたとされる。短時間内の臨時ルートはバスの運行会社が通行できるルートを勝手に決めるので指示があったにせよ。 大英博物館に近いラッセルスクエアでの犯行を狙ったものと断言はできない。また、実行犯は当日、ユーストンから地下鉄、ノーザンラインに乗車予定が、地下鉄が普通となったために予定を変更して、バスに乗ったとされる。携帯電話会社の発信記録で、事件発生後、バスに乗る前に、状況報告なのか他の実行犯に電話をかけていた。 ことが確認されており、さらにバス同乗者の目撃証言では同転した、面持ももちで必要にカバンの身をチェックしている人物がいた、ことが判明した。実行犯といえど爆弾が入ったカバンの中身を知らされていなかった可能性は否定できないが、バスに登場した理由については分かっていない。7月21日にも、同様の地下鉄、バスを狙った分散型爆破事件が正午から、 連続して発生した。この事件に使用された爆発物は器物を損壊したり、人を殺傷するには不十分なほど威力が小さかったため、爆破による死者は出ていない。厳密に言えば、爆発の煙でズダの発作を起こし、後日死亡し、唯一の犠牲者としてカウントされている。地下鉄での爆破が終焉した後、 ロンドン中心部ウォータールーから東部ハックニーウィックまで同じく運行するのはウォータールー行きの2階部分で発生した。当時、幸いにして2階部分にほとんど乗客はおらず、被害もガラスが割れた程度であり、この車両については退役せず現役で運用されている。当時の運行会社は2つとも、イーストロンドンバスグループ、現、で被害に遭ったバスは、 導入から2年足らずの車であった。当然ながら爆破されたパスは廃車されるが、前日の通り7月21日の事件でのバスは、回収後、継続して、現在も運用されている。なお代替で導入したバスには、テロに屈しないという意で、スピリット・オブ・ロンドンと随所に描かれた塗装で導入され、そのバスは1台のみ、ステージコーチに在籍している。現役で市内を走行し、 テロの脅威を恐れない市民の勇気のシンボルとして運行されている。しかしその後、ルート30はが、ロンドンで最悪の定時発射率という記録を作ってしまい、バスレーン設置で改善を図るもトップ10から抜け出せなかった。さらに、TFL から圧線される大量の新型バス導入を一周したため、入札時に競争不利となってしまい、ルート30、 のセットで運行形を変換した。2011年6月以降は、ファーストグループによる運行となる。スプリット・オブ・ロンドンは現在この系統で見ることはできないが、ステージコーチが運行するロンドン東部の路線や、ごく稀にでも見ることができる。場所によっては、バス停の方が、鉄道駅より古い歴史があり、行き先に駅と表示されていない限り、 行き先やバス停の名称が、鉄道駅と堂々とリンクしていないことがあるので、注意が必要である。例えば、ホワイトシティバスステーションでは、最寄り駅は、ウッドレーン駅となり、ホワイトシティ駅はその先にあり400メートル近く、離れている。ロンドン北部のブレントクロスバスステーションも地下鉄駅と500メートル以上、離れている。市内で最も多くのバスが通過、発着点は、 オックスフォードサーカスであり、終日耐えることなくバスが交差する。トラファルガースクエア、ピカデリーサーカス、マーブルアーチ、ビクトリアなども多くのバスが紐すがら行き交う。ナイトバスでは多くのバスがトラファルガースクエアを通過点や発着点とし、深夜のターミナルとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。